大変長らくお待たせいたしました。ただいまより6月25日後楽園大会に関する会見を始めさせていただきます。こちらの後楽園大会、DDT 公式エナジードリンクブラックアウトプレゼンツとして行わせていただきまして、現在発表しておりますカードがキングオブ DDT2017 の準決勝2試合と決勝が1試合、準決勝の方は入江対原島、遠藤対秋人、勝者同士が決勝で戦いまして、勝った選手が、優勝賞金100万円そして8月20日両国大会のメインで、KOD 無差別級のベルトに挑戦できるという権利が与えられるという、そういう重要なトーナメントとなっております。その他のカードといたしましては、大橋トール平田コレクション AT 高尾相馬組対、赤井咲アントーニオ本田ロッキー川村のロッキーズ、そして KOD6 人タッグ選手権試合、大石誠勝俣俊馬真央の NWA に、工藤坂口幸男高梨正宏の四天王寺が挑戦する試合、そして、追加カードがいくつか決定しております。まず、アンダーマッチに新外国人選手が参戦することが決定いたしました。こちらの選手になります。ダニー・ドゥーガン選手、カナディアン・レスリング・エリートという団体の代表をやっている選手でございます。一体どんな選手なのかご期待いただきたいと思います。アンダーマッチのカードが松永智光岩崎幸喜組対ダニー・ドゥーガン下村大輝組というカードになっております。どうぞご注目いただきたいと思います。そして、さらに本戦で、決定となっているカードがですね、佐々木大輔マット・ポーリー組対石井圭介和林組、こちらが決定いたしました。今日は石井選手と和選手来ていただいております。どうぞお願いいたします。はい、こちらのカードなんですが、石井選手たっての希望で、決定いたしました。経緯について石井選手お願いいたします。世界ジュニアを、陥落してから、DDT、来て今回自信満々で挑んだトーナメント2回戦敗退ということですし、今一つ勢いに乗れてないですし、あとは若い人間たちが台頭してきたり焦りを感じていると思います。その中このままではいけないと思い、考えたところ原点を見つめ直すことが大事じゃない。原点というと僕が2007年に全日本プロレスの練習生だった頃に、付き人をさせていただいていた勝林さんをパートナーに指名させていただきました。それでは勝選手一言お願いします。はい、レスルワンの勝林と申します。付き人やってましたっけ。はい、やらせていただきました。はい、はい、あまりこの記憶が曖昧でですね、毎年毎年こう必ず新人募集をかけて新人を取ってすぐ辞めていく人間というのがたくさんいて、もうやっぱり覚えられないですよね。ただ石井選手だけはこれなぜかっていうのが全くよくわからないですけど、今でもこう覚えているんですよ。別にこれ僕ビタンを話したいわけでも何でもないんですけど、何かがあったんですよね。もうそれが何っていうふうに言われても全く答えられないんですけど、石井選手に何かを持ってた石井選手にこうまたこういうふうにやってね、チャンピオンにこうなられて、そしてなんか原点回帰のためにで自分を呼んでもらったというのが、すごい嬉しいです。あとなんかうまく原点回帰したことによりなんか新しいものが石井選手だけでなく僕もなんかいいパワーなんかもらえたらいいなと、そういうふうな試合になると思います。はい、以上です。ありがとうございます。あまり記憶がそこまでないというところなんですけども、何かしら記憶に残っている、印象に残っているということなんですかね。
これ言っていいのかな、あのね、辞めるときね、はい、ほとんど夜逃げするんですよ、みんな、うん、ね、でもね、彼だけはね、ちゃんと、はい、すいません、つって僕辞めますって言って帰って出てったんですよね。その記憶は強烈に、はい、ありますね、はい、珍しいですよ、うん、そういうような意味では。石井選手は何か思い出はありますか、付き人時代の。まず、まあ、もう思い出は、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、まず林さんに教えていただいた練習、まあ、その特に受け身をすごく教えていただいて、その受け身の練習があったからこそ今もやってきて、やってきていけると思いますし、あとはまあその時教わった、まあ、体力練習とかも今も続けてたりしまして、でまあ思い出、あと、まあ、最も緊張した、まあ、常に緊張してたんですけど、最も緊張した思い出としてあるのは、まあ、林さんが当時乗られていました林さんのポルシェを運転するという、ほう、非常に危機的な状況だったんですけど、はい、まあナビを見て、まあ、25キロ書いてあるんですけど、うん、25キロ間林さんのポルシェを運転した時に、はい、僕はとにかく緊張して手に汗をかき、うん、まあ、もう事故だけはいけないと、うん、何度もこうブレーキをゆっくり押し、あの踏みながら進んでいた時に、うん、林さんが心配そうに、おい、大丈夫か、はい、ブレーキあんま踏むなというすごい注意されながら、はい、すごい緊張を走らせながら走った25キロというのを非常に思い出した。それって覚えてらっしゃいますか？全く覚えてない、覚えてない、全く覚えてないですね。結局ぶつけたりはしなかった？大丈夫でした、あのほとんど直線の道だったので、おそれでもブレーキを、え、そういえばなんか右側になんか前のところの傷あったりいや、僕じゃないです。それつけてから、いや、つけてない、つけてない。ポルシェましては林さんの車ということで、まあ、非常に緊張しました。わかりました。それでは何か質問などございましたらお願いいたします。はい、カズ選手に、はい、石井選手は全世界ジュニアヘビー級王者でもあったりするんですけど、最近の石井選手の印象とかそういうなんかありますでしょうか？石井選手のなんかね、残すところは残してるんですよね。やっぱ世界ジュニア取ったりとか、はい、いいところは行ってるのは分かるんですけどね。なんかパッとしないよね。まあ、もう本当にこの、はい、なんだろう、うん、僕が見た、ま、感想なんですけど、行ってる頂点じゃないですか、チャンピオンね。頂点に行ったらやっぱりガッと行かなくちゃいけないんだけど、なんか行ききれてないなっていうのが感じちゃいますよね。はい、なんか、まあ、プロレス界頂点取ったら、やっぱ頂点取ったなりのプロレス界にこう発信する石井圭介とはこういうもんだっていうものを分かる何かをこう伝えてもらいたいですね、はい、それがたとえ今で団体がまた別ですけども、僕とかにももちろん届く、うん、でプロレスファンの人も全てに届くような、うん、石井圭介とはこれっていうのがまだ届けてないかなって、届けられるようになってほしいです。他にはございませんでしょうか？カズ選手、DDT マットに上がることでこうどんなものを味わいたい、感じたい、あるいは現在の DDT の印象みたいなのがあれば。感じたいのは、今回に至ってはもう本当に、うん、その石井選手と2人での原点回帰、僕もやっぱり長い間プロレスやってきてるっていうところもあって、それで、なかなか忘れかけるところの気持ちがあるじゃないですか。やっぱ入りたての時っていうのは、何に対してもこうストイックにできてたし、だんだんそこら辺がおろそかになって、他の仕事をやっちゃったりとかするんだけど、やっぱこの
プロレスだけにこう集中する楽しさっていう、うん、そこでの喜びっていうのをあのちょっと2人で感じたいなと思います。はい、他にはございます。対戦相手と防衛省についてはね、予備知識等がもしありましたら。予備知識ないですね。佐々木大輔と、まあ、トコーリーなんですけども。あ、佐々木大輔さんはもちろんあります。はい、はい、どういうイメージなんですか。イメージですかね。佐々木さんってあれでしょうね、はい、あのトコさんあの林さんの大晦日に、はい、ギノさんと組まれて、佐々木大輔、佐藤優樹組と対戦されてます。あ、そう、はい、覚えて最近ですね。はい、じゃあ、あのね、はい、あの大晦日の試合あったじゃないですか、はい、ほぼ僕とディーノさんの試合だったんですよね。もう、はい、ディーノのことばかり、ディーノさんのことばかりだった印象だったんで、はい、はい、そうですね、佐々木さんに関しては 前もね、他のところでもやってるんですけど、はい、はい、すごい上手いなっていう、まあ、陸東郷の学弟子でもありますので、はい、でやっぱり基本的なところはしっかりして、そういうのが上手いなっていうような選手で、ポリさんというか、はい、は、まあ、ポーリーはどういった選手なんかを。ポーリーですか、はい、ポーリーはどんな選手か、うん一応教えといてあげない。いや、僕もあの4回くらいしか当たってない。4回当たってんじゃん。はい、今とりあえず思いを気をつけてます。はい、ああ、なるほどね。なんかあれですね。あの昔で止まってんのがやるな。さっき言ってたけどさ、はい、あの練習にしてもさ。はい、僕が教えた練習をまだやってるのがやつじゃん、はい、うん、基礎のやつとか、はい、うん、トレーニングも進化してるからさ、はい、うん、ちょっとマット・ポーリー選手のことも知りたいし、はい、ちょっとこの試合までの間にちょっと2人でちょっとなんか一緒にトレーニングしようか、はい、ね、ちょっと、ね、最近のね、新しいトレーニングを、はい、紹介したいんだよね。あ、うん、ぜひですね、入らせてもらいたい。これはチャンスだ。チャンスです、うん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、続きまして、もう1試合追加カード決定いたしております。高木三四郎大川剣組対蘭食 D のスーパー笹団子マシン組という、スペシャルなタッグマッチ決定しております。本日ですね、高木さん所用により欠席ということで、3名の選手来ていただいております。それでは一言ずつ意気込みを聞いてみたいと思います。じゃあ大川選手から、はい、お願いします。まあ、あのそうですね、15年前自分はあの高木さんにプロレスラーにしていただきました。 DDT でデビューさせていただいて、それでまあそれから紆余曲折ありながらも、高木さんにいろいろお世話になりまして、そしてまあ今頑張りプロレスが自分がやってられるのも高木さんのおかげだと自分思っております。はい、なので、まあ、恩返ししたい、高木さんに恩返ししたいという気持ちで、この男色 D のスーパーサタロンマシンに、6月25日、勝ちたいと思います。よろしくお願いします。はい。今、おい、ケン、今なんつったの？はい。どうしたい？いや、恩返ししたい。恩返し？はい。恩返し？はい。よ。大川さん、レスラーにとって、はい、恩返しって、はい、どういうことが分かってるんですか。いや、だからその一緒に戦って、はい、一緒に戦って高木さんの、はい、勝利をアシストする、はい、そう、それが恩返しだと。恩返しなの。何がおかしいんだよ、お前。恩返しだろ。そんなんだからな、レスラーに立っても高木さん四郎を超えられないんだよ、あんたは。ああ、おめえ高木さん四郎超えたことあるのか。試合では勝ったことないんですけど。そこだよ。ああ、高木さん四郎を超えるっていうことはな、ああ、高木さん四郎に勝つってこと、それが
お世話になった先輩レスラーへの恩返しだろ。お前ら偉そうほどペラ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 言いやがって。おいだったらお前ら買ったことあんのかよ。お前高木さんにお前ら買ったことあるかっつって聞いてんだよこっちは。お前俺はな、俺が覚えてる限りでも3回は勝ったことあるよ。3回もあんの。要所要所なレスラーの節目節目で勝たせてもらっている。だ、だ、いや、勝っている。うわ、もういいよ、もうだ、分かって、お前は分かって、男子くん、お前らさ、私はほら、あの、KOD のベルト取るとき、あの、うん、高井三四郎チャンピオンで一発撮りです。一発撮りです。前哨戦なしの一発撮りだよ。一発撮りです。おうおうおう。ケンさんは、ケンさんは、だから俺はキャリアは大体同じくらいですよね。そうだね、同い年で。そうだね、そうだね。タッグでもいい。あ、いい。シングルはなかなか組まれないからね。タッグでもいい。失踪とかしたから、うん、ちょっと覚えてる限りない。え？ない。ごめんなさい、大川さん、よくプロレスをメジャーにとかおっしゃってますけど、果たしてそんなのでいいのでしょうか。いや、そんなのでいいのでしょうか。もうクソもねえだろ、お前。どうすんだよ、お前。片や高木三四郎は、DDT の経営をね、うん、軌道に乗せ、うん、そしてこの間の東京ドーム、路上プロレスイン東京ドームを成功させ、うん、レスラーとしても経営者としてもここに来て評価をどんどん伸ばしてるよ。経営者としてのオファーがもうなんかインタビューのオファーとか殺到してるでしょ、うん、はいはい、昨日もいい放送だったな、メモ TV の。そうですよ、葛飾 FM にも出てたし。そうだ、林先生のね、ゲラゲラクリニックな。ああ、そういっぱい出てるかもしれない。大川さん、葛飾 FM に出てんのかよ。出てねえわ、葛飾 FM。 アベマ TV 出てんのかよ。 TV 出てねえわ、知らねえわ、そんな聞いたことも聞いたことも。それは安定が立てろ。違ったやつだよ、お前。そんな知らなくたって別にプロレススポーツ、メジャースポーツできる。大体な、もうな、カードは決定してるんですよ。俺は高木さんとタッグを組むんです、うん、ねえ、タッグを組んでやることといったら相手に勝つことでしょ。ねえ、それでいいじゃねえか。ああ、それでお前しできるんだよ。ああ、そうやって既成概念にとらわれてるんですね。俺たちは今は別々にそれぞれの道を目指してるけど、2年前、ハッシュタグ大岡帝国としてプロレス界の不可能をどんどん可能にしてきた中じゃねえか。そうですね、忘れちまったのか。あの時の気持ちで、はい、まあいいですよ、代わりにこのままタッグマッチで我々が高木三四郎にどちらが勝ったとしましょうよ。いつものように勝ったとしましょうよ。ああ、すると、あの高木さんが、お前ら次はどこどこでやってやるみたいな流れになって、私また、ね、また勝っちゃう。手のいい消化試合なんだよ。手のいい消化試合は、皆さんどうすんだよ。俺たちの雇用を安定させるためのカードだよ。そういう一面もあるでしょうか。あるんかい。なめないよな。だからだ、ちょっとやっぱ爪痕残さなきゃいけねえんだよ、俺たちは。特に俺と大岡さんは。あんたの腰に巻いてあるのはただのレノバ風のベルトなのか。ただの違うだろ。違うだ。あんたが巻いてるベルトはなんだ。インディペンデントワールドシリアヘビーゲー、うん、それがそのチャンピオンが高木さんに勝利をお届けしますみたいな感じですか。いや、だからお前大好きな人、どこまで奴隷根性が染みついてんだ、こら。奴隷だよ、おめえは。プロレスの奴隷じゃ。奴隷とかじゃねえよ、お前。ああ、なんだよ、こら。ふざけんなよ。いいですよ、タッグマッチやって、うん、高木さんに勝利を届けます。それでいいんじゃないですか。一緒にファイヤーやればいいよ。ふざけんじゃねえよ、おー、わかった。なんだ、わかった、わかったよ。俺に何ができんだよ。何ができんだよ、くそ、俺は。おい、黙れ、お前、黙れ、おい。おーし、そこまで言うなってやってやろうじゃねえか、おい。1対3だよ。1対3で、試合やってやろうじゃねえか、おい。なあ、1対3だよ、お前。1対3で、なあ、俺たちに勝つってか。1対3だよ、お前。1対3で、俺たちに勝つってか。俺たちに勝つってかじゃねえよ、おい。1対3で、俺は高橋さんしろ、お前。ぶっ倒しろ、お前。え、高木三四郎ぶっ飛ばし、一対三だよ、一対三だよ。大岡健対高木 D。 ふざけんじゃねえわ、そんなわけねえだろ、お前。なあ、恩返しってのはなんだ、プロレス界においての恩返しってのはなんだ、お前。勝つことですよね。違う、師匠に勝つことだ、師匠に、師匠に勝つことだよ、なあ、なあ、だから高木三四郎対大岡健スーパーサナのままし男色 D の組決定だ。いや、ちょっと待って、決定だっつうの、ちょっと待ってよ。なんだよ、かっこ悪くないですか、かっこ悪くもねえよ、お前。なあ、バロー、ふざけんじゃねえよ、お前。人数が多いよ、お前。強いんじゃねえよ。
え勝った方が強えんだよお前かっこいい分かってんのかお前かっこいい勝った方が強え勝つなら関係ねえだろお前かっこいい3対1だろ4対1だろ5対1だろ関係ねえ勝った方が強えんだよお前分かってんのかお前それは分かりますけどアノさんアノさんはいおいでもね実際問題はい俺高木さん、うん、最近の大岡健をねちょっとこう目障りに思ってるのがある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 そういうとこあるよそうかなまあ実際高木さんは今経営者としての一面が評価されてますよね、うん、はいはいですがなかなか高木さん個人は勝ち星に恵まれてないどころか、はいうん、高木さん今ベルト戦線からはもう遠くシングルのベルトからは遠くかけ離れた存在になってしまっている、うん、まあそこで、うん、絶対的に自分より下だと思っていた大岡健が、うん、インディペンデントジュニアを巻いている、うんはい、これはもう目障りでしかないと思ってるんですよね、うん、なんなら俺高木さん、うん、大岡健のインディージュニアのベルト欲しいと思ってるんですよ本当、ね、俺が高木さん指導だったら欲しいと思うああ目障りだと思う大岡健を潰したいと思うあるねじゃあ高木さんにとっても大岡さんと戦う試合を組んだ方がいいっていうことむしろ自分からは言い出しづらかったんじゃないかだから来なかったんじゃないか作詞だからねこうなることも予想してたんじゃないかな、うん、おおじゃあ覇王だからあまあもう統一しようとしてるからねプロレス界統一しようとしてるから今足りないのは征夷大将軍っていう称号だけですから高木さん一人足りないのはその征夷大将軍がインディージュニアですよそうだよじゃあ変えちゃっていいのかな変えちゃっていいのかな三種の気持ちだいやいやいやおめえはおめえはおめえはい何なの規定外にしろこんなうちの変だよお前なえな俺が絶対言え高木さん一人倒したよおい確かに織田信長が織田信長公が明智光秀をなんかいじめてるかの感じに大岡をいじめてるところはあるあるあるなあ辛い目に遭ったことないの高井さん後ろに辛い目に遭わされたことないのみんながいる前でなんかこう弾かされたりとか無理難題言われたりとか無理難題言われた高井さん後ろにコスチューム探しとけみたいなコスチューム探しとけって言って3日目はねあのすげえもう事務所ぐらいの大きさのある倉庫毎日探した3日目は、うん、ねいや夜来て朝まで探したないないのねないないおい大岡何してんだよみたいになるねないわけねえだろって言われて、うん、いやもうじゃあ必死探して探したわけ探したわけ、うん、ないわけないで、ある日買い物行ってこいって、ある日じゃねえや、3日目ぐらいに買い物行ってこいって行って帰ってきたら、高木さん、よそよそしいんですよどうしたのえー、そんなどうしたの思ったら、うん、あのその後、あの携帯の写メね、うん、見せられたら、うん、高木さんのお嬢さんがそのコスチューム、うん、着てたえ家にあったってことそうあそういうとこある、信長もそういうとことしてた家にあったものをびっくりし探せって思ってそうそうそうでそれを見たらお前何ないわけねえだろうとお前の探しが悪いんだそう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 こんなことあるこんなことありますあなたの会社でありますこんなことねえあなたの会社でありますねえありますか聞いてですよねえありましたこんなことちょっとないでしょほらないって言ってますよないないない侍さんのカメラだけだと思うなありますじゃああなたの会社ありましたねえねえそんなことありますないもの探せって言われてねえ本当はその人のうちあったとかありましたないちゃんとはいはい、はい、家で答えなさいねえありましたないですよないですありましたないですほらほらないよあいやもうないよ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 ファミマファミマファミマファミチキの話ファミチキファミチキ買ってこいって言われたんですよあで買ってこいって言われたんだよねうんおか買ってこいとファミチキを絵は浮かぶめっちゃ鼻水が鼻くそ率の高い鼻水がガーッと出ましたけどやめろ鼻くそ含有率のことを言うな待ってください、待ってください、もうファミマ、ファミチキ買ってこいって言われたんですよ。で、あの、ファミチキ買ってきましたって言ったら、いや、ちょっとこれ気分じゃねえんだって。今日ファミチキの気分じゃねえんだな。え、どうしたのそれ。いや、あの、返品。ファミチキって返品できるんですよ。やっとつらいって言ってる。どうしたらいいどうやったら返品思いっきりね、ほんとちょっと。使えないよ生だということを完全に言えないすいません言えれば大丈夫思いっきりあれな感じであのあれな感じでどんなか今再現してもらっていいじゃんカメラの前でファミマのカウンターだと再現してもらっていいじゃあ今井さんファミマの入った音楽してくださいでー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 いらっしゃいませいやちょっとすいません本当にあのちょっとこれ間違えちゃったんですけど間違える買い物頼まれてちょっと間違っちゃったんですよ返品なんですけど、はい、ちょっと本当並びないですかいや、道家の返品はちょっと
ちょっとあの、いやもう本当に、いやもう間違った、もう本当にお願いします。いや、ファミチキの返品は受け付けてませんの。受け付けたっつーの。受け付けたわ。受け付けたの。受け付けたわ。本当に受け付けたわ。あ、今こんなに申し上がったんだ。なんと受け付けてくれたよ、お前。ちょっと、あの、いつも来るからだろ。なあ、いつも来るんだな。だから、受け付けて、おい、一般的な店員やんじゃねえよ、お前。てか、いつも、受けるわけにまじって。お馴染みのな。おかしいだろ、これは一般的な店員しか演じられないよ。こんなメガネも知りねえよ、お前。なんでおかしいだろ、お前。でもそれぐらい、それぐらい。再現だ、今再現だとか、再現だ。それぐらい高木さんに恨みがあるよ。ふつふつ来たでしょ、お前。そうだよ、お前。だからもう絶対やってやるから。え、そんな、そんな男があんたのベルト狙ってんのよ。そう、狙ってんのか。もうだから。狙ってんのか。また今、鼻くそ率の高い鼻水が。もはや、鼻水付きの鼻くそ出たみたいになっちゃってるね。もはや、鼻水はなく。狙ってんの。一回裸できたよ。一回裸できな。まだこれ、あの、続けるないから裸できなよ。続けていいよ。気になるよ。気にしたけど、気にしたけど。目の前で、目の前で。近い、近い。ちょっと、わかんない。やって開く、開くの。それはきついわ。見せなくていいよ。あまりないから、ほら。はい、だからやってやるって。やってやりますよ。本能寺の変だよ、これ。本能寺の変。そうだよ、だから俺が明智光秀になんだよ。なあ、明智光秀だと思う。お頼むの、倒すのお前。大岡さん、あっちゃお前。本能寺の変は。天正10年6月2日の早朝なんです。6月2日、ふざけんじゃねえお前。6月2日、ちょっとなんか時期がね、6月まで会ってんのにちょっと1ヶ月バカよお前。てめえ現代に行くのも現代人だろお前。それ旧暦だお前。えなあ、ちゃんとお前旧暦言うよお前。1582年の6月21日が本当の本の主人年のあの日付なんだよお前。今のあれだったらお前、まだ全然だお前。なあ、ということはまあ6月25日ほぼ近いから、ほぼ近いから、許容範囲ですね。ほぼ近いとかそういうの、ほぼ近いそういうのでいいんだ。そのティッシュを無駄遣いしないでください。ねえ、そうだよ、もう本能寺かっこよくバンってやってるけど、かっこよくとかしてねえんだから、もうやってる、嘘ってやるよ、だから明智光秀に。ああそうだよ、明智光秀に俺はなるんだよ。なあ、分かったか。分かりました。分かったか。はい、誰に言ってんだよ。じゃあ高木さん指導対、はい、男色D のスーパーササダンゴマシン、大川健組の1対3のハンディキャップマッチに変更するってことでいいんですね。変更でいい。わかりました。じゃあ変更させていただきます、はい、では何か質問などございましたらお願いいたします。じゃあ D の選手とササダンゴ選手としては、はい、大川選手が高木選手に勝つのをサポートするという感じでよろしいんですかね。サポートというか、まあどうなんでしょうね。私は拭けないっつうの、あなた。ティッシュで拭く汗を。ちょっと、はい、それはまあ大川さんに頑張ってくれればいいなとは思ってますよ、はい、言うてもインディージュニアですからね。インディージュニアですから。これはやっぱ高木三四郎にとっても、うん、大川家にとっても、うん、ウィンウィンじゃないかなって思うんですよ、はいはい、他には明智光秀だとすると、その直後に打たれることにもなりかねませんけども、はい、誰が打つんだ俺を。誰が打つか言ってみろ。DDT における秀吉的な誰か。秀吉的な誰か言えよお前。世の中対策立てられてたのかお前。なあ、誰だよお前。なあ、対策なあ。あ、でも近いところですと今成さんとかがなるんですかね。そんな明智光秀なんだよ、とりあえず。とりあえずってな、お前、明智光秀だろうが。それでいいんだよ、それで。ねえ、その後知らねえよ。とりあえず撃つんだよ。ああ、はい、よく言ったよ。よく言った。よく言った、あんた。はい、うん、でもまだちょっと高木三四郎に対するあれが、リスペクトありすぎるじゃない。我々はもう超えた時点で高木三四郎に対するリスペクトないから。全くない。すぐ LINE とか返ってくるな。すごい忙しいけどすぐ LINE 返ってくる。返ってこないでしょ。もう気持ちで負けてるんですよ。すぐ高木さん LINE 返してくれるから。はいはい、はい、あとですね、まあ先ほどファミチキの話がありましたけども、今も多分高木さんに誰かなんかこうお使いを頼まれたりとかしてると思うんですけども、はい、何か岡さんからこういう風にするといいみたいな、こういうのに気をつけろみたいなアドバイスがあれば。気をつけろ。
ちょっと待ってくださいね。よくね、タンパク質何グラムみたいな注文しか、ふざけんじゃねえよ俺は。なあ、俺高木さんしろ打つっつってんのに、なんでそんなプラスになるようなこと言わなきゃいけねえんだお前。おかしいだろ、おい、おかしいだろ、ティッシュに当たるのやめんな。おかしいだろ、おい、そんなの答えらんねえよ。でも、今も高木さんの買い出しという無理難題にね、苦しんでる、泣かされているスタッフたちもいると思うんですよ。そうですよ、彼らに対するせめてものアドバイスを、せめてものアドバイス、はい、最低タンパク質 40g っていうニーズを、サラダチキンとかだともう飽きたって言われるじゃないですか。そうですね、これ、これかどうやってみたいな、ゆで卵ダメって言われるからね、コレステロールな、どうしたらいいのかな、本当に。俺もでもその食から抜けてからもう3年経つ、食のつもりでやってたんだ。最近で言いますと、はい、松本さん、最近で言いますと、ファミマの卵サンド、卵のサンドイッチに、あのファミチキを挟むとめっちゃ美味しいっていう、そういうインターネットの話題になってる食べ方があるんで、俺はそういったの食べか、あの提案した方がいいかなと思います。タンパク質も取れますし、はい、言いたかっただけじゃん。はい、それ言いたかっただけです。